皆さん、こんばんは、アイです。今日はですね、アドバンスドスネイル96ムチンパワーエッセンスっていう、このコスラックスって読むのかな？これがめっちゃ良くて、紹介したくて動画を作ってます。今ね、今日はエプソムソルトバスに入って、肌の状態もいい方なので、ちょうどいいので紹介しようと思って動画を作ってるんですけど、これのめっちゃ有効な使い方も紹介します。これはね、全然スポンサーとかでは全然ないです。私は趣味で YouTube はしてるので、スポンサーとかではないんですけど、これがね、ずっと、アメリカの Amazon の美容部門でずっと10位以内に入ってて、もう1年以上前から気になってたんだけど、カタツムリエキスってことで怖くて使えなくてずっと使ってなかったんですね。で、試したらめっちゃ良くて、もうこれ絶対、次、日本に帰るときに母にプレゼントします。っていうぐらいすごくいいです。さらっとしてて、私ベタベタする美容液がすごい苦手なんですけど、とろみがあるテクスチャーなのに、肌につけたらめっちゃスッと馴染んで、首とかデコルテとか肩につけて、もう寝てるときに全然ベタベタしません。で、ちょっとベタベタするんですけど、このキャスタールオイル、皮下脂油と1対1で混ぜて、顔と首とデコルテに塗って寝たらすごいシワに効果がありました。首のね、乾燥とシワがちょっと気になってて、30以降ず ちょっと気になってたんだけど、あと日焼け、私顔だけ白くて首だけ焼けてるっていう状態が続いてて、それは多分顔だけに日焼け止めとかファンデーションとか塗ってお出かけするからだと思うんですけど、顔と首の色も一緒になりました。で、私はレッドライトセラピーっていう光のセラピー、光を当てるセラピーもしてるので、多分このスキンケアをするのは週1ぐらい。キャスタールオイル、皮下脂油とこのスネイルムチンを11で混ぜて、顔とか体に塗るのは1週間に1回ぐらいなんですけど、それでも効果がありました。だから首のシワで悩んでる人、日焼けで悩んでる人にすごいおすすめです。あと、私の肌質は乾燥敏感肌です。それでも効果がありました。でね、レビュー読んだ時に、結構このスネイルムチン、ニキビにも効いたっていう アメリカ人だと思うんですけど、人のレビューがいっぱい投稿されてました。気になる人はアメリカのアマゾンの、アマゾンに行ってホームページを見たらいいと思います。日本ではね、あんまりレビュー、楽天とかアマゾンで書いてる人少ないと思います。だってこれあんまり使ってるっていう人見たことないです。もうコスラックスっていう、このちゃんとブランド名があるのを買ってください。結構ね、中国がめっちゃそっくりな美容液出してます。で、アメリカのアマゾンでも買えます。で、値段がね、もう半額以下とかですごい安いんだけど、パッケージがすっごい似てて、偽物もあるので注意してください。今ね、韓国コスメ、人気なコスメはほとんど中国が偽物を出してます。偽物って言っても多分ある程度成分は一緒なんだろうけど、やっぱり安全性を考えたら、オリジナルなブランドを買った方がいいと思います。だから私はいつもコスラックスを買ってます。で、他のね、製品も結構私は好きです。でね、キャスタールオイルは、どのブランドでもいいんだけど、コールドプレスで、アンフィルタードって書いてて、ケミカルフリー、ライトウェイト、ファーストオブゾービングっていうのを早く吸収するって書いてるものを買ってください。このコールドプレスで、ヘキサンフリーのものがおすすめです。で、ノン GMO、オーガニック。まあ、コールドプレスでヘキサンフリーの買うっていうのが一番重要ですね。で、キャスタールオイルはまつげも伸びます。私すごい、まつげ美容液、二十歳の時いろいろ試してたんですけど、キャスタールオイルが一番安くて一番効きました。なので、それがおすすめです。のね、キャスタールオイルの使い方はだいぶ前に、3年ぐらい前に動画を出したので、そちらを参考にしてください。もうね、30超えたら何を塗っても一緒だと思ってたんですけど、やっぱり
スキンケア大事ですね。本当にね、肌荒れとかがひどい時は、私白色ワセリンだけ塗るんですけど、それも結構すごく肌バリアが、乱れてる時、肌がもうカサカサして、めっちゃ乾燥して、何塗っても痛いっていう時は、ワセリンだけ塗るのが一番おすすめです。レチノールとかビタミン C、高配合の美容液とかって今すごい流行ってるけど、日本人は美白重視だから流行ってるけど、肌バリアが弱い人、私みたいに敏感乾燥肌な人は、ああいうのをいっぱい使いすぎると肌が荒れます。だから、肌が荒れてる時は白色ワセリンだけ、もしくは白色ワセリンにちょっとビタミンオイルを混ぜて私は塗ってます。そうするともう次の日肌バリアがめっちゃ復活します。でもね、シワ予防とか、あと弾力性を出したいっていう人は、もう圧倒的にキャスターオイルとこのスネイルムチンをいちいちで混ぜて塗るのが一番おすすめです。皮脂油はね、本当に塗るボトックスってアメリカでも言われてます。で、私も本当にそう思います。すごい蜂蜜みたいに密着力が高くて、安いしね、安価だし、で、アーユルヴェーダでももう何千年も歴史があるオイルだし、多分、キャスタールオイルってインドだけじゃなくて、エジプトとか、あとギリシャとかでももうずっと使われてきたオイルだと思います。でね、目についても安全です。昔はクレオパトラがなんか目の中のゴミを取るのに使ってたって言われてます。でも、やっぱりできるだけ高品質なものを買ってください。できればね、ガラス瓶に入ってるやつの方がいいらしいんだけど、私は結構プラスチックに入ってるのばっかり買ってる気がします。試してみてね。今日はすっぴんで失礼しました。またね。みんなのおすすめのスキンケアも、教えてもらえたら幸いです。